スローブラッドロング 40g コットンキャンディ、ナブちゃん。はい、皆さんこんにちは、ゴーゴーゴーフィッシングのナブです。今回は、スロージギングだけではなくいろんな場面で使えるパームスさんのスローブラッドロングです。実調、特徴、水中映像に分けてやっていきたいと思います。どうぞご覧ください。食いましたね、なんか。よし、このまま上げたか。ちっちゃいですね。よし、中層ぐらいですかね。なんかゆっくりピョンピョンってしゃくってる感じで、スローブラッド。スローブラッド。はい、スローブラッドロング 40g コットンキャンディですね。またコットンキャンディで来ました。小さめですが平子ですね。サイズは大きくないですけど平子が釣れました。リリします。はい、今平子が釣れたのは、ショアスロー専用のですね、スローブラッドロング 40g コットンキャンディですね。最近このカラーでもよく来てます。竿はショアガン、ショアスロー専用モデルの 993SS ですね。これで釣れました。今度こっちをグッと広げるのがスローガン。ショアスローの場合は
上方向に行くアクションの違いと下方向に落ちるアクションとスピード、これを使い分けてください。ロングは飛んで上がってきます、うん、青もなんか見えるそうですね。はい、ということで、スローブラッドロングに関してはスローブラッド系の中で一番オールマイティというかですね、ワンピッチジャーケ早巻きとかといったスロージギング以外のことにも使えて、青物にも有効なジグだと思いますし、それ以外のものももちろん釣れるというジグだと思います。いろんな場面に対応できるジグじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。素人なりのヒットパターンをいろいろ今後もアップしていきたいと思います。よろしければ登録お願いします。